今日は、福福屋八戸三日町店にお邪魔をしております。こちらなんかすごい店内がですね、かなり広いです。奥行きがあって、で大人の空間という雰囲気でいい感じなんですけども、なんかおつまみが結構こだわりがあって美味しいという評判を聞いて今日は来てみました。まずは今日も暑かったんで生ビールで行きたいんですけど、あ、プレミアムがありますね。一番搾りのこれを頼んで、あとはですね、まあ、お刺身もたくさんありますけど、結構豆腐と湯葉にこだわりがあるような感じですね。じゃあこれともいっちゃいますかね。はい、はい、ですね、飲み物は、はい、キリン一番搾りプレミアム。プレミアム、はい、ありがとうございます。あとですね、冷やし手作り豆腐と冷やし手作り豆腐、はい、あと冷え生湯葉とモッツァレラチーズの天ぷらを。チーズの天ぷら、はい、とりあえずいただきます。かしこまりました。はい、それでは先にお飲み物をお持ちいたします。はい、失礼いたします。はい、こちらですね、本日おすすめしておりました6種お刺身盛り合わせです。はい、はい、ありがとうございます。します。さあ、今日の一杯目です。ま、今日はもう暑かったんで喉カラカラなんで、早速福福屋さんに乾杯。うわ、とっても、香り高くてですね、すごい美味しい贅沢なビールですね。確かこれはお隣岩手県の遠野産のいぶきっていうホップを使ってるんですね。とても美味しいビールです。はい、失礼いたします。はい、お待たせいたしました。はい、じゃあ湯葉とモッツァレラチーズの天ぷらです。はい、はい、すいません、こちら失礼いたします。すいません、冷え湯葉って、はい、なんか特別な湯葉なんですか？はい、こちらの湯葉がですね、比叡山延暦寺っていうところの場所からとお名前の方をいただきました湯葉になっておりますね。はい、はい、じゃあいただいてみましょう。うわー、すごいチーズが引っ張ってますけど、うん、外はカリッとして中がとろっとして食感がたまりませんね。すごい美味しい。これは抹茶塩ですかね。ちょっと、あ、ちょっとかけすぎですよね。でもね、うん、これはこれで、うん、油とこのチーズのちょっと脂っこい感じですけども、これをかけると爽やかな味に変わります。うん、こちら国産中仙なりの方を使いました豆乳冷やし豆腐になります。はい、はい、こちら手作りとなっておりましたのでお召し上がりください。お塩はなんか特別な塩ですか？これ、はい、こちらですね、綾塩の方になっておりまして、まあ、お好みによって塩で食べていただいてもよろしいですし、はい、こちらの豆腐つゆで食べていただいても結構です。はい、はい、分かりました。わ、すごい結構ボリュームがある感じなんですけど、じゃあ最初はですね、ちょっと塩でいってみますかね。うん、塩をかけて、すごい豆腐そのものがすごい甘い甘さを感じるんですけど、多分この塩はですね、なんか平釜塩っていう塩みたいですけども、この塩がものすごくこの大豆の甘みを引き出してくれます。美味しいです。これはやっぱり日本酒欲しくなりますね。ですね、暑い夏はやっぱり辛口が飲みたくなるので、久しぶりに秋田の高清水辛口純米日本酒のプラス10、ちょうどいいとこですね。ちょっと飲みたいと思います。はい、高清水を。高清水、はい、お願いします。はい、かしこまりました、ありがとうございます。はい、いいですけど、ちょっと薬味を入れて、うん、そっか、こうですよね。
きます。あ、これはこれでごっつい美味しいですね。ものすごくこのさっきの塩とまた違ってまた甘みを引き出してくれる。それにしてこの豆腐が本当に美味しいですよ。じゃあ高清水です。はい、失礼します。一生日じゃなくて四方日なんですね。はい、え、いいんですか。はい、最近これだけ継ぐお店なかなかないんですよ。そうですね、はい、ぜひまた皆さんいらしていただきたい。ありがとうございます、はい、失礼いたします。うわ、本当にこぼれるんで口から。これですよ、これ。高清水といえばやっぱ辛口でですね、あ、美味しいな。あの高清水って結構ですね、日本全国の老舗の居酒屋で結構今でも扱ってるんですね。で、なんでかっていうと、もう本当に缶つけても美味しいし、冷やでも美味しいし、常温でも美味しいし、万能の日本酒なんですね。で、あとおつまみも全てに OK です。塩、まあまあ、私本当に酒飲みですからね、結構塩も多めにかけちゃうんで。あー、美味しい。あー、美味しい、合う。これはいくらでもいけるな。うん、結構一人じゃ多いかなと思いましたけど、ペロッといっちゃいますね、これ。すごい、本当このつゆ美味しいですよ。うん、つゆが本当に特別な感じ、贅沢を感じます。ここに塩を少しのせて、でこれで、これが本当ののんべですよ。塩舐めながら飲む。はい、こちらセール熱くなりますので十分お気をつけくださいませ。もうなるんですね。そうですね、はい、開けた瞬間にふわっと煙が出ますのでお楽しみください。失礼いたします。日本酒がなくなっちゃったんです。お、泡盛がありますね。あの琉球泡盛を、はい、ロックで、ロックで、はい、はい、お願いします。かしこまりました。あと会長のおすすめ、黒小屋和牛のローステーキ、これいってみますかね。じゃあ会長がおすすめする黒毛和牛のロースステーキ、うん、柔らかいですね、うん、柔らかくて赤身の味がしっかりしてるんですけど、なんていうんですか、油が甘くて美味しいです。失礼いたします。はい、お待たせいたしました。こちら琉球泡盛大神でございます。こちらロックになっておりました。ですね、はい、はい、失礼いたします。泡盛、あ、もう甘い、甘い香りがして、あー、飲み、うわー、本当に熱々。うわわわ、すごい。なんかふわっふわな感じで、あの豚肉のシュウマイとはちょっと別物ですね、これ。あ、でもこれは癖になるかもしれないですね。美味しいですよ。うん、そこに泡盛を、またこの油を流してくれてリセットされて、じゃ次は小籠包を、うわわわわ、うん、うわ、肉汁がちょっと出ちゃったな、もったいない。よし、いただきます。うん、あー、うん、肉汁と
皮がもう一体感があってすごい美味しいです。うん、でもやっぱこのなんていうんでしょう、シューマイとそして小籠包一緒に食べられるってやっぱこれ天津好きにはたまらないメニューですよね。これはね、美味しい。福福屋さんでした。本当にこの食材へのこだわり、そしていろいろなこの料理に対してのすごいこだわり、さらに言うとこの盛り付けに対してのこだわり、いろんなすごいこだわりを感じるお店でした。特にですね、あの手作り豆腐とそれから冷え湯葉、ものすごく美味しかったです。ぜひ皆さんも一度味わいに来てみてはいかがでしょうか。酔っ払ってます。
度胸を占領の音を子だて浮くか沈むかわからぬが花と踊りを心に乗せて息で乗り切る舞台いばんな。しばらくは抱かないで他の誰かを人を愛して人を憎むことを知りました。夜の長さに揺れる女の悲しみ。心しくしく体しくしくあなた恋しい花化粧。女の弱さも知りました。できればこの世でもう一度愛と涙と微笑みあふれ今思えば楽しい思い出よ君に告げよう。迷わずに行くことを君の心決めたまに私は愛する歌があるから信じたこの道を私は行くだけ。全ては心の決めたまま。夢を
しよう愛を探して歩いてきたの聞こえるはずない奇跡を聞いて膝が重さを覚えてる長い月日の膝枕タバコぷかりとふかしてた愛を数えて1,2,3,4,5 時を止められThank you.
light. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. We'll be right back.